どうも、ハイドミラージュ葵です。先日視聴者さんから、欲しいものリストで 1TB の HDD をいただきました。これにより、3年ぶりくらいに APEX をインストールできました。というわけでチャンピオンを取って、HDD のお礼と変えさせていただきます。モードはカジュアルです。なぜならランクは仲間補充なしにできなかったから。復帰勢の私のガバプレイで、ノラさんに迷惑かけるわけにはいかないからな。結構前半にみんな降りてるから、ゆっくり漁れそうだな。というかほぼマップ半分私しかいなくない？ハイドミラージュ葵の腕が鳴るぜ。なぜミラージュかって説明しとこうか。1ハイドがバレにくい。ワンチャンデコイだと思われるかもしれないからな。2接敵時逃げやすい。ウルト吐けば大体逃げれる。だキャラの移動ウルトは、敵もついてこれたりするのが多いからな。3最後の最後、一部隊と打ち合いの時ワンチャンある。相手が3人フルでいようが、私はデコイの数だけ増えれるので、人数不利はないどころか、人数有利まであるからな。さあ頑張っていきましょう。暇です。やたらと縁に恵まれ、ほとんど移動してません。とっても暇なのです。気づけば残り舞台10。どうせこの後も編集でカットされるし、スマホポチポチしてていいっすかね。さすがにそれはまずいか。歌でも歌いますか。聞いてください。ガメアオイで、キューティーハニー。スキャン済みってなんだ？よくわかんないけどここ居場所バレたってことよな。移動シートコット。いやはや気づけばもう3部隊ですよ。こりゃあワンチャン本当にあるな。限界までハイドしような。お、こんな近くにケアパケが。中身はなんだろうな。クレーバー。おいおいこれハイドポジからヘッショでダウン取って、人数不利なくしてからとつってウルトで錯乱して勝利か。錯乱して錯乱させて。とにかく勝ち筋見えちゃったな。残り2部隊も打ち合ってるし、いける。あらかじめいらないものは捨てておきます。早くおいでクレーバーちゃん。私を勝利に導く最強スナイパーちゃん。待って、なんか来てね。あれ私のクレーバー、持っていかれた？え、普通にまずいんですけど、不自然なウィングマン落ちてるんだけどそこ、バレてない？大丈夫そう。とりあえず見逃してもらってるっぽいな。ただ奥の高台に敵いるな。割と限界ポジにいる。まずいまずい。なんか生きてる。完全に横取れてるんだよね。おそらく正面がケアパケ取った方で、右側がチャーライ撃ってた方。チャーライ側多分一人だから、こっちの2人組を落としてから、チャーライ君にウルト突で勝利だ。は、アークスター刺さったしかち各 BGM も流れてる。これは勝ったな。ガハハ。うん、気持ちいい音。ほんの少しだけ射撃もして援護するぞ、チャーライ。へへ、復帰勢だからリコイルうんちだ。だが、ミラージュはガバエイムでもいい。なぜならウルトで横なり後ろ取って先手必勝で勝てるからさ。あれ待って、2人いない。おおおお、一目でフラットライン。覚醒せよ、ウィングマン。なんとかなれ。